せーの、パパラピーズです。今日はですね、ちょっと久しぶりにコスプレの企画をやろうかなと思うんですけど、今まだ向こうにジンジンいてるんですよ。てかいつも通り知らん状態なんですけど、で今回はちょっと衣装を用意する上でのハプニングが割とあって、どうしようかな問題やねんけど、だからまだ私も来てないねんけど、とりあえず読んで企画を説明したいと思います。ジンジン、こっち来て、撮影してるから来て。こっち見るんだけど、ここに座ってもらって。何、思い当たる節は？毎回読むとき思い当たる節は、でも今回ガチで。最近やらかしたのはタクシーの中でめっちゃ大きいびき書いて、タクシーの運転手さんを困らせた。でそれはいつものことやんか。いつもじゃないけど、じゃなくて今日はある企画をするんですけど、ちょ、なんなん、ほんまに怖い子も、え、怖い、マジでやってないの。目つぶって。じゃあちょ待って待って、マジ無理かも。じゃあまず手をこう出して。ちょ待って無理、ちょっと待って、生き物、違う、生き物そんな染まってるよ。誰言ったほんまに無理かも。ちゃんと手出して。じゃあ分かってる、そういう言い方が怖いやん。普通に何もないから、はい、これ。ちょ、何？もの、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 ごめんごめん、違う、怖いの。これです、今日は。もめ開けていいよ。え、何これ。これを使ってやる。びっくりした、生き物かと思った。何と思う。何これ。じゃあもう一個出すわ、目つぶって。もう誰だ、めんどくせえな。手出して、ちゃんと。はい。痛いとかない？ない。はぁ、これだ。はぁ、はぁ、キモい。反応やめて。見ていい？うん。え、待って、セブンプレイ。キモい、いい加減して。何これ、だって分からへんのだ。はい、次目つぶって。まだ分からへんってことやんな。って言ったら。あ、もうこれ大ヒントやわ。これもう、だって僕書いちゃってるから。うまい。あ、気持ちいい。はい。ユータ、コムドットのユータ。こうだったらユータ、ユータ忘れ物してってんで、あのコラボの時に忘れてたのかな、ユータ。うん、かもしれん、もしかしたら。これは何なん、ユータ、これは何をあれなんだろう。これはコムドットのユータの印。あ、待って、分かった、コムドットユータ、どうでもよ、違う、どうでもよじゃない、どうでもよ、全然違う、どうでもよじゃない、分かった。え、歌、歌っていうのは何の歌。え、これさ、麦わらの色味じゃない、これで、歌って言ったら最近めっちゃあれやな、っていうのは。あ、分かった、もう何、待って、で次を出す、一応。あ、じゃあ、はい、次、もうこれです、はい、せーの。え、これ見て、何これなんの、全然わかんない、あんだけ言ってたのに。え、わからへん、え、合ってるということで、これはちょっとわからへん、こんなもろ歌でしょうが、知らん、そんな。ということで、今日はあなたには歌にやってもらいます。そうですよ、で、からの、これからの、これだよ。おお、これ歌の、歌の服ね、サイズ合わへんって。これついてるパーカーね。で、信じたいな、どんな未来は、なんだなんだなんだ、なんでしまえば。それ、それ、撮っとる？はい。で、これあれやん。信じたい、うるさいな。で、あの、この歌のここにさ、あんたちゃん、それをつけてんねや。こうやってさ、こうやってさ、じゃ髪の毛の印象しかない。ちゃ、こうやってつけてるやつあれや。あー、あんねや。で、私は、いや、誰になろうかなと思ったのね、めちゃめちゃ。で、自分の、あ、歌じゃないの？個人的な推しで言うと、私、ハンコックが好きなんです。お得意、じゃんけん、じゃんけんいっぱい。すごいよ、すんげえ地響きが、やめて。まあやっぱさ、え、誰かのやつを、いや私もやるよ、そら。誰、誰やと思う。当てていい、はい、まだちょワンピース知識ないね、はい、に行きます。ロビン、残念。やれよやれよ、雰囲気お前やん。あ、ほんま、お前って、お人にお前って言うやつほんまに嫌い、人はお前って言うやつも嫌いし、多分雰囲気ロビンか、なんか、まあ、とりあえずクールだから。やった、嬉しい、はい、ほんで。ナミ、残念。ルフィ、正解です。え、まあやっぱワンピースはルフィがいないと始まらないということで、私はルフィを買いましたわな。長袖バージョンのね、ちゃんとルフィで、ね、お腹に黄色巻く系のルフィね。これかわいい。で、多分カツラも買ってんけど、事故やと思うよな。何言うてんの、こうやって見るだけで大変だよ。これ見ただけで事故。でもカツラって見ただけ分からへんよ、こう。ちゃんと着用しやな。あの、一つ問題があって、まあ、歌はなんか足りひんもんない。あ、カツラないやん。待って、私麦わらの帽子はえ届いてないねんけど。ルフィやのに帽子ないとか意味わからへんの、さすがに。歌もカツラも頼んだのね、これ一緒にセットで。うん、カツラ届かへんかったん。ないよな。だから違うところで買ってきたの。え、あ、ごめん。しかも買ってきてんけど、そのところももう今歌が人気すぎてカツラないって言われて、自作してくださいって言われたの。え、じゃないと今もう無理って言われた。だからその2つのカツラを買いまして、自分で。これはすごい。今からこれ作ります、歌の髪の毛一緒に。これ被ってみる、一回。どっちがいい？こっちか、こっち。この後仕事あるからぐちゃぐちゃになりたくないけど、こっち。じゃあそっち、はい、私こっち。もしかしたらめっちゃ似合うかもしれんよ、この色が。え、めっちゃ似てる、似てるじゃん、めっちゃ似合ってる。え、誰に似てた？
これピアスに見えるこのタグが。あ、いいよ。どう？いいよ。え、私もピアス買ったんだ、お揃いだね。どこ？あんまり白くて見えないな。ピンで留めていい感じにしようかな。あ、ピンで留めんねや。そう、白の方が多い。多い。白がこう、こっちに来ないとあかんから、切る方も考えないと。いくよ、白切るよ、うん。信じないわ、この未来は出しまえば出しまえば。アレンジすんな。頭の部分、とりあえずこれ取れた、切れた。すごいすごい、すごい。あ、こういう感じ。あ、いいよいいよ。じゃあ着替えタイム行きましょう、早速です。え、これを切るの最初？せやね。え、無理無理無理。でも背中切ってもらわなあかん、これ。これ後ろ開くんですけど、ここ全部切ります。はい、切ります。真ん中をね。ゴミで太ってるの。手をこうやって通すだけでね、こういう感じで。お腹邪魔。お腹邪魔はいつも言うけど、はい、あんたのあれやで。あ、いいんじゃない。で、後ろ見て。あ、もうこれがぴったりな感じね。こういう感じです。で、パーカーを着ていただいて。待って見て、信じないわこの未来が。ズボン脱がなあかんやんの。そうやな、そう、ワンピースやからな。え、普通の上半身やん、これ。実はワンピースやもんな、ほんとやったら。それパンツ？パンツ。白いズボンとかないの？ない。さすがに。あ、じゃあ前かがみになってたらパンツ見えへんからいい感じ。あ、それでいこう、それでいこう。で、あのカツラつけるから一回じゃあ下しゃがんでもらって、はい、ちょっとごめんなさい。一回かぶって全部首まで。いいよ、はい。ほんでからの、待って待って、ちぎれる。できた？ねえ、ほんとさ、髪の毛崩れる、嫌だ。で、これ目隠れんねん、左目が、はい、左目隠れるようにして、はい、あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃない。いった、お前、ちょっと待って、ちょっと待って、普通髪の毛にさ、グッてなった、うん、え、今終わった。終わった。見せてこっちちょうだい。え、歌ってどういう子なん、そもそも。告知やったら戦うん、歌ちゃんは。いや、わからん。それが、そのシャンクスの娘みたいな。え、どういう感じなんやな。なんか敵か味方かも分からんの、まだ。あ、それはみんな映画見る前の人たちの段階では。うわ、誰も知らんねん。だからどっちか分からんねん、どういう状況か。髪の毛のつながりもあんま分からんから。確かに意外といけてる。え、かわいい。私は新時代を作る女、歌。歌でみんなを幸せにするの。今回のライブはエンドレス、永遠に続けちゃうよ。ねえルフィ、海賊やめなよ。ルフィに海賊をやめることを言ってんのよ。プロフィールが、歌ちゃん、世界の歌姫。年齢が21歳、身長が169センチで、相性がプリンセス歌。所属が元赤髪海賊団音楽家元で、誕生日10月1日天秤座。血液型 XF 型。私も XF 型。え、じゃあ私は SS 型。うん。で、これルフィやと思ってるの、販売先の人たちは。ルフィってこんなちゃうの絶対。え、じゃあ帽子編集で、せーの、はい、テーマソング歌って。いっせーの、新時代はこの未来。ちょ、ほんまにごめん。ちょっと待って、高楽美さんがずっと歌うに。新時代はこの待って、あと歌って、あと歌って。新時代はこの未来だ、スカイ中全部変えてしまえば、変えてしまえば。じゃがいもなんやなもの。じゃがいもじゃないから、じゃがいもやから。ほんと、瞳を閉じれば見えない。違います。世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば、はい、変えてしまえば。ね、あの、冷えてきたので。え、歌って冷えてきたとかある？そんな、なんかやっぱ風邪とか気をつけないと、歌を熱をね、こもってしちゃいけないから。ちなみに、寒いので。じゃあ、あの、歌のライブを披露してもらってもいいですか？はい、お願いします。やったね、歌、かわいい。あ、いいよいいよ、ちゃんとスタンドマイク持って。それでは聴いてください。あとで歌な、あとで。新時代、新時代はこの未来だ、スカイ中変わったと変えてしまえば、変えてしまえば。歌方ララバイお願いします。歌方ララバイ、はい。
ララバイ、ララバイ、良い子眠れ、ララバイ、ララバイ、さあ子守歌、ララバイ、ララバイ、良い子眠れ、ララバイ、ララバイ、さあ子守歌、ララバイ、ララバイ、ララバイバイ。